速稼塾暗号通貨ニュース。ロシアのプーチン大統領がイーサリアム考案者ブリテン氏と接触ということです。ロシアのプーチン大統領は、強烈なですねブロックチェーンファンなんですよ。2017年6月1日から3日まで開催されていたサンクトペテルブルグの国際経済フォーラム、この2017でロシアのプーチン大統領とイーサリアムの考案者であるウィダック・ブリテン氏とが、フォーラムで接触しています。このブリテン氏との接触は内容は明かされていないと報じられていますが、海外サイトでは新しいビジネス関係が確立され、すでに動き出す様子を伝えています。現在大統領直下で行われている新しいデジタルエコノミー構想のブロックチェーンを使ったものでは、ロジスティクス、アイデンティティ、デジタルプロパティ、これらのテストが行われているようです。2人の会談は新しいビジネスが確立されるのかなというところですけど、皆さんはどう感じになったでしょうか。